埼玉さんという方からコメントいただいたんですよ、はい、埼玉さんっていうのがあの私と同じような髪型をされていて、はい、うん、あ、埼玉さんって、あの埼玉さんだからワンパンマンの埼玉さんかとか思いながらはいはい、はい、でそんなあのワンパンマンの埼玉さんが、うんうん、INFJ は生きづらいというところでコメントくださって、うんうん、無駄にプライドが高いから自己嫌悪だと、うんうんうん、同じようなプライド高い人間を見ると、うん、さらに自己嫌悪が湧くから生きづらい、うんうん、で INFJ ですと、はい、この INFJ NF 要は NF 気質は理想主義者だと、はいはい、っていうのをまあその挙げた、うん、INFJ は生きづらいっていう動画でも、うんうん、要は理想主義者だからかっていう話をしながら、うんうんうん、あとはその INFJ ですっていう人が言ってたのはなんかその人の気持ちが入ってくるみたいな、うんうん、入ってくる感覚があってみたいなのを言ってて、うん、あ、それは辛いですね、いや、うん、自分の辛さだけじゃなくて、うん、その人の分も、うん、人の分もマジ辛いみたいな感じだと、うん、あ、2人分ですねみたいな話を動画では話していたんですけども、うん、プライドが高い、要は理想主義って言われるとちょっと分かりにくいんですけど、はい、うん、その INFJ の方が要は僕はプライドが高いよ、うん、理想主義っていうのをプライドが高いっていうのに置き換えると、うん、要は例えば僕 SJ 気質かなと思ってるんです、はい、エピメテウス、うん、要はルールとか、うん、法秩序とか、うん、っていうやつのが、うん、何なの、自分のプライドよりも大切、うん、ですると、うん、要は自分のプライドあるけど、うん、まあそういうルールか、うん、っていうので納得ができると、うん、何て言うんだろう、こっちのせいだね、うん、こって言ったもん、うん、っていうから、うん、何て言うんだろう、自分が間違ってるなと思ったものでも、うん、まあ、結構平気でできたりするのかなと思ったんです、うんうん、まあ、だからプライドが高いってことは、はい、自分は間違ってないですからねってなると、うん、その世の中が間違ってるんだっていうことになると、うん、やっぱりこの大変なのかなって、うん、要はまあまあ思うようにはいかないじゃないですか、うん、人生って、うん、まあほぼいかないですよ、ほぼいかないんですよほぼ思い通りにいくはずがないですもん残念ながらそうなんです、はい、世の中って、うん、で世の中が公明正大かというと、うん、そんな雰囲気もないじゃないですか、うんうん、偉い人がこうやってお金を入れ、うんうんうん、何に使うんですかね、いやなんかその、うん、起業家なら、はい、まあなんて言うんでしょう、まあ、言うても自分で金貯めた金じゃないですか、はいはいはい、自分の才覚で、うんうんうん、ならまあなんか、うん、ごっくんできるんですよ、うん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 、ただなんかその役職とか、うんうん、でだから最近日大の事件とか、 なんか日大のなんかその、うん、はいはい、要は、うん、そういう組織で大きく偉くなった人とか、うんうんうん、まあ、その国の要職、うん、要は人から選ばれて、うん、いや自分の才覚じゃなく、うん、ポストでそこに立って、うんうん、ここで貯めていく人っているじゃないですか、まあ、それも才覚といえば才覚、でもそれって君の実力じゃないよねって思うんですよ、ね、その上に上がる実力はあるって話ですよねあのビジネスは商売じゃないですか、はい、だから物を売る実力なわけじゃないですか、そこはなんか才覚として認められるんです、ね、はいはいはい、僕の中では、はい、ただなんかその、うん、いやなんかポスト順番待ちみたいな、だから出世する実力、人を蹴落とす能力、それは蹴落としてんのか、はい、あの自己アピールなのか、はい、っていう部分、まあ、あとその学歴とかっていうのは例えば東大、はい、東大法学部とかじゃないですか、はいはいはい、官僚とか、まあ多いね、政治家とか、はいはいはい、そういうキャリア官僚みたいな人は、まあ、それをつかむために勉強してきたみたいな、なるほど、起業家が物を売るためにどうやって考えたらどうやって売ったらいいのかって考えてるときに、はい、ひたすら勉強するみたいな、なんか憤りたくもなるじゃないですか、はい、SJ でも、はい、これは外交感情の私でも、はい、そういうのは憤るんですけど、うんうん、でもなんかそういうだって彼ら勉強してきたもんって言われると、うんうん、まあ学歴が上かと、学歴、まあ、まあ商売も似たようなもんですよねって言われるとまあまあそうなのかなって、うん、ポキッてすることはできるんです、はいはいはい、
あ、俺が悪いのかそれは、俺努力してこなかったもん。まあでもプライドがあるとそうじゃないだろうってなる。いやなんか、いや曲げられないうんうん、うん、間違ってるよね、うん、それはでも見方によっては間違ってるじゃない。そうそうそう、うん、だからそれがいいとは言ってないですからね。あ、そう、うん、で僕はそういうのはなんかまあまあしょうがないってできるんですね。はいはいはい、まあ僕もだからまあしょうがないってしてるんですよ。それはしょうがないってなるんですけど、うんうんうん、このしょうがない、しょうがないができない時って、うんうん、あ、なんか辛いのかなっていうのがこの NF 気質、うんうん、あのアポロン理想主義者とかの方々は、うん、まあ一時が万事、うん、そういうことが起こってくると、うん、大変なのかなって、うん、でこの埼玉さんからコメントいただいた時に、はい、要はプライドが高いっていうのを言うような時に、うん、ちょっと合点がいったんですね、うん、あ、理想が高いっていうのはちょっと分かりにくかったんですけど、うん、あ、そうか、プライドが高い、うん、自意識、これがいいっていう理想を感じてる、はい、はい、ってなった時にちょっと入ってきました。仕方ねえと、私もやるなって。まあサナさんは SP、うんうん、多分行動派もその辺は、うん、あ、分かった分かった。まあそこ、あ、だから僕はアポロンじゃないって話ですよね、きっと。多分体調は、はい、もうその NF の匂いは、うん、はい、僕の中ではしてないです。はいはい、はい、うん、僕もまあ SP なんだろうなって、 SP なんだろうなとは、うん、まあそこ考えてもしょうがないじゃん出たはいはいってなりますもん。はい、うん、